はい、日本酒にしよう第11回ありがとうございました。ありがとうございました。今日も美味しく楽しかったですが、はい、いかがでしたでしょうか。いや、美味しく楽しかった。はい、すぎるなと思ってまして、今回のね、丸石醸造の深田さんのお話聞いていただいたと思うんですけれども、やっぱり酒蔵さんの、こだわりの作りだったりとか、うん、思いってやっぱりたくさんあるなというふうに思うんですよね。はい、今日は少しでも届けられたんじゃないかなというふうに思います。はい、夏にぜひ味わってください。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。バイバイ。